A-1、A-1 スカイレーダーは、第二次世界大戦中に開発が始まった、アメリカ海軍の爆撃、雷撃兼用艦上攻撃機。1962年の陸海空軍航空機命名規則統合前の、機体名は AD だった。第二次世界大戦後半に活躍した、前任の TB 界、TBM アベンジャー雷撃機。 s b シーヘルダイバー級降下爆撃機よりも小型軽量であるがすべての面で全人機を凌駕する汎用攻撃機であった。艦上機がプロペラ機からジェット機へと入れ替わった1960年代までに3000機以上生産されアメリカ海軍の主力攻撃機として朝鮮戦争、ベトナム戦争において活躍した。1943年アメリカ海軍は 空母上で運用をする対艦攻撃用時に複座の偵察爆撃機と三座の雷爆撃機を装備していたが、単座の攻撃用時に一本化する方針を軍用機メーカーに打診した。この頃、艦船の防御力の増強に伴い、従来の急降下爆撃機の搭載量では威力不足となりつつあり、一方で、雷撃機にはより機敏な運動性が求められるようになっていた。 結果、両者に要求される性能は接近し、複数の任務をこなす、新型機登場の機が熟していたのである。機を同じくして、日本海軍でも同様の性格を持つ流星が開発されている。ただし、兵器の搭載方法など、両者の間には相当な違いが認められる。要請に応じた各社の競合の結果、ダグラスやクラフト社が受注を獲得したが、開発には、 右曲折があった基本となった SBE2D は先月1941年に海軍から試作契約を受けて試作した攻撃切ったが海軍が搭載エンジンや膠着装置の形式自衛下記にまで細かく要求を突きつけたこともあって重量課題で見るべきところがなく失敗作に終わった機体だった。これを基礎に短座に改め後部機銃を配した。 BTD-1 デストロイヤーも多少は改善されたものの凡庸な性能しか発揮できなかった。このままでは他社の競合機種との競争に敗れると危機感を抱いたチーフエンジニアエドワード・ハイネマンは自ら海軍に BTD-1 の契約キャンセルとその予算を流用して新たな攻撃機を開発することを提案。これに対して海軍は 翌朝9時までに設計図を提出せよという無茶な要求を突きつけた。ハイネマンは二人の部下と共にホテルに缶詰になって大まかな概念設計図だったが一晩で新型機の図面を書き上げ要求通り軍に提出した。新型機の案は海軍に採用されたがさらに9ヶ月以内に試作機を完成させるようにとの新たな難題を突きつけられる。こうしてダグラス社は 短座艦上攻撃機、XBT-2D の開発に着手したが、基本となるアイデアはハイネマンが長年温めていた、ものであり、設計は、至極くまっとうなものであった。それまでの魚雷を機内装備する設計を放棄し、兵装をすべて機外装備としたことで、機体は大幅に小型、軽量化することができた。また、単に高性能なだけでなく、給油や兵器搭載、 整備の手間を50%低減させることも目標とされた。ハイネマンは実際に航空母艦、タイコンデロガに乗り込み、現場の生の声を取り入れる努力も払っている。努力の甲いあって、XBT2D は1945年には試作機が完成。折しも日本軍との激戦中であったため開発、配備が急がれ、1945年3月18日に、 初飛行に成功すると、直ちにアメリカ海軍はダグラス社に BT-2D デストロイヤー E として500機以上の大量発注を行った。しかし、太平洋戦争の終結には間に合わず、配備開始は1946年12月までずれ込んでしまい、終戦により発注は277機に減少した。1946年6月には、 AD-1 スカイレーダー、スコ用ーレーダーと名称が変更され、AD-1 のうち35機は電子妨害を任務とする複座の AD-1、9となった。その後も AD-2、AD-3、AD-4、AD-5、AD-6、AD-7 AD AD と改良されながら、1957年まで生産が続けられた。なお、 1962年に軍用機の命名規則が陸海空軍で統一されたことにより A-1 となっている。本機の最大の特徴は単発のレシプロ攻撃機としては類を見ない大きなペイロード、兵器搭載量にある。最大搭載力は 3130kg にも達し、これは同じコンセプトで開発された流星。 8 0 0ラム4倍近く4発の大型爆撃機 B-17 にさえ迫るほどである。各種兵器を喧嘩するハードポイントパイロンは左右の主翼下にそれぞれ7箇所、胴体下に1箇所の計15箇所も設けられており、現代のジェット戦闘機でもこれに匹敵する機体はなかなか見当たらない。この図抜けた搭載力は攻撃機としての価値を高め、 戦術核の搭載能力まで付与された機体もあったのみならず各種派成形を誕生させるのにも役立つこととなった。本機の兵装搭載量は当時、キッチン以外に運べないものはないと評された。それを受けて、朝鮮戦争では流し台をよくかに兵装として搭載、投下し、キッチンも運べることを証明した。そのためベトナム戦争の際には、 もはやこの機体が搭載したことがないのはトイレくらいのものであるというジョークが生まれ、それならばということで、新刊を取り付けた便器を搭載して、実戦で投下し、搭載したことがないものはないこととなった。さらには、もう詰めないのはバスタブだけだという話の流れになり、実際にバスタブを搭載して出撃しようとした兵士も、痛そうだが、上官に発覚し未遂に終わっている。 1950年に朝鮮戦争が勃発すると、大地攻撃任務に投入され、朝鮮人民軍及び中国人民志願軍の撃破に大きく貢献した。A-1 は戦闘機並みの優秀な飛行性能、空戦能力と3トンを超える武装搭載能力をしていたが、特に兵器搭載量においては、イール1 0等当時のソ連製攻撃機を大きく凌駕しており、 その攻撃能力の高さから海兵隊にも多数が配備された。この朝鮮戦争では、大根デロが旧航空母艦、プリンストンに搭載された A-1 による攻撃隊が航空魚雷で北朝鮮国内のダムを破壊するという戦果を挙げている。なお、現在までのところ、そしておそらくは将来においても、これが航空機による最後の無誘導魚雷による攻撃である。 攻撃ヘリコプターやより、新型のジェット攻撃機が登場すると、A-1 の役割は現時、またレシプロ機であることから、旧式機として軽んぜられがちであった。しかし、1965年に、ベトナム戦争が勃発すると、にわかに本機の重要性が高まることとなった。地上目標への攻撃に関しては、新型のジェット機、特に超音速機は適しているとは言えず、 むしろ本機のように低速な機体が適していた。そのため海軍のみならず空軍も本機を借り受けて運用することとなった。本機は主に拠点を破壊するヘリ防音部隊の護衛のほか、撃墜されたパイロットの捜索及び救出支援任務に従事した。特に後者は戦闘捜索救難ザー・コンバットセルチェンドレスキューにおけるリースコート レスキューエスコート任務と位置づけられ、敵の脅威下において、救難ヘリに先んじて遭難者の位置の特定を行い、搭載活気を駆使して、周囲の敵を制圧し、救難ヘリの誘導及び援護を行った。この際のコールサイン、サンディは A-1 の代名詞にもなり、少なからぬ犠牲を出しながらも撃墜された、搭乗員の上空に駆けつける勇士は、 ベトナム戦争に従軍するパイロットにとって心強い存在であった。この任務は後継機である A-10 に受け継がれることとなった。また、ベトナム戦争時には陳腐化していたエセックス急航空母艦でも運用できたことからも重宝された。高い機動能力を発揮して Z 戦闘機ミグ -17F を撃墜した記録が2回残っている。これは、 上記のリースキャップ任務中の海軍機が記録したもので、1回目は1965年、4対1の状況で、2機ずつがチームを組んで、旋回戦を挑む、ラフベリーサークル、別名、芝刈り機戦法で撃墜し、2回目は1966年、ミグ -17F がオーバーシュートしたところを、機関砲により撃墜したものである。特に前者の4機の A-1 パイロットは、 ミグキラー4、ミグ殺しの4人組と称えられ、当時の南ベトナム空軍司令軍カ沖から除勲される栄誉を得た。その後、ジェット攻撃機の攻撃能力発展により、アメリカ海軍の A-1 は1968年に一戦を退いたが、空軍では護衛任務のためベトナム戦争の最終局面まで使用された。使い勝手の良さから使用国も多く、アメリカ海軍、 海兵隊、空軍のほか、イギリス、フランス、南ベトナム、カンボジア、ガボンなどでも使用され、アメリカでも、一時期、再生産が真剣に検討されたと言われる。なお、本機の後継として、エンジンをターボプロップ化した A2D、スカイシャークが試作されたが、エンジンの信頼性に問題があって開発が遅れた。上、同じメーカー、同じ設計者による、ジェット攻撃機、 A-4 スカイホークが予想以上の高性能だったため実用化されずに終わっている。期待の地味な性格ゆえか主役よりは脇役としての登場、活躍が目立つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。